進藤が行く。皆さんこんにちは。さあ、そしていよいよ杉さんがいる。はい新しいコーナーが始まりました、はい、そしていよいよ、はい、実践編、はい、実践編、はい、1番ホール来ました、はいはい、児玉ゴルフクラブの10番ホールですね、はい、のここはかなり打ち下ろしからの打ち上げの418ヤードパー4、はいはい、下った分登るってやつですね。あ、はい、それ以上に登る。ここ回ったんですけど、もうセカンド以降が割と地獄な感じでした、はいはい、今日はですね、楓ちゃんにキャディをしてもらってですね、はい、でそこで、はい、いろいろゴルフの、はい、ゴルフ IQ をしっかりとゴルフ IQ、はいはい、学んでもらって、はい、キャディさんすることで選手の気持ちも分かるし、はい、選手の気持ちが分かれば自分がプレーするというのは必ず生きてきますので、はい、今日は普段僕たちがどういうことを考えて、どういうことを聞かれるんだっていうのをいつも分かってるんで、はい、それを僕たち今日は選手としてキャディさんに聞きますから、はい、任せてください。で、はい、でキャディさんなりに僕にはアドバイスをお願いします。はい、分かりました。いいですか。はい、ちょっと失礼になっちゃうかもしれないんですけど、はい、私はもうキャディさんなので、今日は進藤さんにこここうしてくださいっていうのは伝えていきたいと思いますので。分かりました、はい、じゃあ早速何打つか、ちょっとクラブ持ってきてもらっていいですか。はい、こうどうしますか。418ヤードです。ドライバーですか。じゃあ右のバンカーと左のバンカーまで何ヤード。はい、右が260ヤードです。左が270です。はい、進藤さん、ドライバーはこのホール気をつけた方がいいことある。気をつけた方がいいことは、左に池があるのと、うん、右が、あれ OB ですよね。バンカー、右側の奥って OB ですよね。だからペナルティエリアの赤子がありますね。はい、250ぐらいで OB です。右が、左はこう下ってって落ちちゃったら池に入っちゃいます。あれは気にならないですかね。いや、なんあれですか。右が逆250はどこなのか全然わかんないんだけど、バンカーの右側の奥がなんかちょっと、下ってますもんね、はい、あそこが、バンカーまでが260とか。260です。で、ピンは、ピンは、左側グリーンの、うん、今日は、右下っていうんですか、こうグリーンがあったら右手前、はい、右手前です。あ、左手前か、ここら辺です。 OK、 はい、何で打とうか。ドライバー何ヤードですか。280。ドライバーでいきましょう。ドライバーでいく、はい、OK、 じゃあドライバーで、はい、どっちにしますか。じゃあこっちで、はい、はい、あ、こういうのも私が取って、はい、すごい気遣いができてる、はい、ありがとうございます。さすが。あと、どっから打つかですよね。そうだね、どっちから打ったらいいかな、はい、進藤さんは右と左だったらどっちに行きやすいですか。右、右、うん、じゃあ右に取った方がいいかな、ね、と思います。そうだね、はい、右に取った方がいい。はい、右から行きましょう。狙いは、うん、なんか狭くなってきてるけどね途中からはい、280ヤードくらいだと、うん、あのちょうどグリ、あのフェアウェイがちょっとえぐれてるというか、一番細くなってるあたりが280ヤードなので、はい、それこの真ん中に狙っていきましょう。そこ真ん中に狙っていきましょう。はい、あの細いところ、はい、そこにあそこ狙えばいいね、はい、わかりました、はい。で、グリーンは左、グリーン左です。風は、風はないと思います。ちょっとやってみますねあ、ないです。ない、はい、あの280ヤードは打ち下ろしを引いて打ち下ろしは細かい、めんどくせえんじゃない、顔すんじゃないよえ、本当にこんなに考えてるんですかめっちゃめんどいみたいなさ、いやいや、え、本当にこんなに考えてるんですか。撮った今の顔誰か打ち下ろしを引いて打ち下ろしは細かい、めんどくせえんじゃない、顔すんじゃないよいや、すみません、本当に私のもうすでに100倍ぐらい考えてることがあるなと思って、え、これ打ち
おろし入ってですかね。200どうなんですか、このこれわかんない使い方がわかんない。これでも280ぐらい出てます、あそこのえぐれてるところが。はい、わかりました。はい、じゃあ結果、はい、僕は風出てきましたよ。あ、本当だ、ちょっとこれは、うん、あのアゲンストだと思いますので、うん、どうしたらいいんだろうアゲンストだと思うので僕ね、あの、はい、狭いところにはちょっと打ちたくないんですよ。あ、そうなんですね、うんうん、そしたら、うん、え、でもここ結構距離があるパー4だと思うので、うん、できるだけドライバーで打ってもらいたいですわかりました、はい、じゃあ私の、はい、はい、お願いします。はい、わかりました。よし、右サイドに立って、はい、はい、おー完璧、私の注文通りにナイスショットです。ありがとうございます。ナイスキャディはい、ありがとうございます、はい、っていうのが私が思う、はい、そうですね、できる限りのことは私が今考えて見たつもりです、はい、まあ、風とかは教えてもらったんですけど、はい、右左をもう見ましたし、うん、このティーグラウンドどっち側からっていうのも見ましたし、うん、進藤さんのドライバーの距離も聞きましたので、うん、これぐらいは、うん、私は普段ここまでは考えないって正直考えてないんですけど、うん、まあ、私が知ってる中ではこれがティーショットのマックスの考えて打った結果です、はい、僕想像以上に良かったと思います。あ、本当ですか、はい、なんかもっとなんか、あの、単調になるのかなと思ったんですけど、はい、すごいいっぱいこう情報をちゃんと与えてたし、はい、で何よりも一番最後に真ん中打ってくださいって言ったじゃないですか、はい、あれめちゃくちゃいい言葉で、やっぱりあのどうしてもこうゴルフティングランドと、まあ、全ショットそうなんですけど、はい、パッて見た時にネガティブなエリアが頭に残りがちになるんですよ。でこう左の池嫌だな、右の OB 嫌だな、はい、じゃあ打とうってなると、はい、やっぱりこう迷ったりとか、はい、萎縮したりするんで、はい、ちゃんと最後に真ん中打ちましょうっていう、これ肯定的な言葉で最後終えたじゃないですか。否定的な言葉で、じゃあ右に打たないようにしよう、左に打たないようにしよう、はい、そういう否定的な言葉じゃなくて肯定的な言葉で最後言ったので、はい、結果的に進藤さんがあの、え、俺あのドライバー嫌だよって言ってたのに、はい、いいショット生まれたじゃないですか、はい、これは最後にフォーカスがそこに定まったからなんで、あ、あの結果的にもし最後に私がちょっと右は、うん、あの OB なんで気をつけてくださいとか言って、やばかった、それもやばい、それ多分僕左の池行ったかもしれない。そう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 、そもそもドライバーで打ちたくない、しかも嫌、はい、な情報が最後に言われるとやっぱそこは残るので、うんうん、あ、そうなんですね。でも私は最後そうやって真ん中に打ってくださいってもう進藤さんならできちゃうからと思って言っちゃったんですけど、うんうん、自分だとやっぱり最後に一番ダメなこと、うんうん、例えば左が池だったらそこだけはダメ、右が OB だったらそこだけはダメっていうので結構行くんですけど、うん、そう、それね、考えたりするのは全然 OK なんですよ。考えないようにしようとするのはそれはできないので、はい、考えるのは OK なんですけど、うんうん、でもいろいろこうまとめていってネガティブエリアをいろいろ最悪を考えていった上で、はい、でも結果ベストなことを考えてプレーした方が絶対的にいいので、まあ、はい、ベストというか今できること、はい、その上で、まあ、ここならできるよねとか探してやっていくのがいいと思うので、はい、これね、やっぱりあの、まあ、いろんな人がいると思うので一概には言えないんですけど、やっぱり今回あのインナーキャディとして自身がキャディをやって、はい、今度プレーするときに生かしてもらいたいから、はい、今そこをフューチャーしてお話しさせてもらってるんですけど、はい、意外と普段やってることで友達の相談に答えるときって、はい、最後ポジティブな言葉言いません？言います。大丈夫で、あなただっていけるよとか、はいはい、自分信じてとかって、うんうん、意外と人に友達には言うんだけど、はいはい、自分に言い聞かせた時に意外とやっぱり私ダメだなとか私じゃ無理だよとかっていうのが自分の中で意外と処理してるんですけど、はいはい、そういう友達とか家族とか周りの人に絶対最後ポジティブな言葉です、はい、押してるはずなので、はい、それを自分にしてあげてほしいですよね。それ大切ですね。確かに自分だと、うん、
いつも、まあ、もうほんとティーショット以外でもこれはダメだ、頭上げちゃダメとか、こっち見ちゃダメとか、何しちゃダメ何しちゃダメっていうネガティブなことを自分にすごい暗示をかけて打つんですけど、なんか逆に何も考えてないぐらい、あ、ここなんかいけそうだなって思ってる時の方がやっぱりいいショットが出るし、肯定的に考えるだけで全然違ってくるんですね。そうですね、はい。じゃあ、まあせっかくなんで、はい、あのそういったね、カリスマ素晴らしいキャディ力に、はい、ありがとうございます。若干こう私、はい、プロキャディ経験二十数年が、はいはい、あのスパイスをちょっと入れさせていただくと、はいはい、より楓さんとか、まあ、見てる方もですね、はい、プラスアルファにあのいいスコアになるのかなっていうところをちょっと実際にさっきの、はい、再現してみてですね、はい、やってみたいと思います。はい、お願いします。見てみたいです、はい、お願いします。ちょっと恐れ多いですけど、ちょっと杉沢兄貴にちょっとキャディをちょっと今日は、はい、やってよろしくお願いします。よろしくお願いします。キャディ歴二十数年の杉沢です。長いな。よろしくお願いします。なんかあのよく YouTube であのウームゴルフとか出てますよね。あ、はい、新藤さん、はい、そうです。やっぱり新藤さんですか。いや、まあ、なんか気持ちよくなっちゃった。めちゃくちゃね、やっぱり、え、画面で見るよりやっぱりかっこいいっすね。マジっすか、嬉しい。めちゃくちゃかっこいい。ポリポリ、ね、っていうところから入ります。はい、はい、あ、まずそういうのも、はい、めちゃ気持ちよかったですね。あ、これ、あ、そういうことですか。そう、やっぱり自分のコミュニケーションを上げていくためには、はい、やっぱり自分に優しく自分のいいところをこう引き出すっていう意味で言うと、はい、言ったり、はい、あのこういうふうに人が喜ぶようなことを言ってあげるといいですね。はい、たまにこうほらテンション上げるためになんかポップな音楽聴いたりする。あ、はい、なんか試合前とかそういうの聞けますよね。そうですね、そういった感じでちょっと乗せていくっていう感じ、はい、もう胸の張り方違うんですか。さっきとそう、はい、なんか表情も表情もちょっとこう感じなんで、はい、あのまずそこから、そこから自分を盛り上げていくところから、はい、というわけで10番ホールなんですけど418ヤード、はい、今日は左側グリーンなんですね。風はちょっとアゲンストなんですけど、はい、あの左のバンカーが280で右のバンカーが260っていうコースになってます、はい、これ入るのがですか。うん、入るのがですね。入るのが、はい、打ち下ろしも入れてますね。もうちょっと越えるの難しいですね。そうですね、越えてもあの左にあの松の枝があるから左のバンカーは消しですね。だから実際はもう、左のラフはないものとして正直僕が考えるのは、はい、右のラフも OK かなと思ってます。確かに、はい、右だったら花道も使えそうですもんね。そうですね。で右 の, あの OB まで290なんで、このアゲンストなんで多分今日は行かないと思うんで、はい、右は広めに取っていいかなと。あ、今日結構広く見えますね。そうですね。あ、じゃあフェアウェイ右サイド狙いの右ミスは OK って感じでいいですか。そうですね、はい、OK です。風感じでちょっと右からのアゲンストですね。右から、はい、軽く右から1時ぐらいの方向から。どうかして、ドライバーでいいですか。ほい、ほい。でここでさっき新藤さんはこのホールドライバー持ちたくないな、はい、フェアウェイ狭いしって表現してたじゃないですか、はい、だけど今それ無意識にアゲンスト2回3回ぐらい言ってるんですよ、はい、そうすると飛ばないんだっていう雰囲気を出したのと、右のラフ OK ですよってことで右サイドを広くする、はい、このホールで一番やっちゃいけないのは左サイドなんですね、はい、左サイドに最悪なので最悪の方に行かないでくださいとは言わないで右を意識させたっていう。なんかラフでも OK だよっていうのがびっくりしました。 そこまで言ってあげるんですね、うん、右のラフも OK だよって。なんかそうするといきなり広くなりますよね。なんかそうですね、視界がぐっと広がったじゃないですか、はいはい、で私本当狭いとこで、はい、狭いとこで言ってたので、うん、多分幅で言うと右 OK だったら倍ぐらいに広がったなって思いました。じゃあドライバーで、はい、はい、いや本当はちょっと3ウッドでもいいかなってちょっと考えてたんですけど、うん、でも3ウッドだとちょっと距離残るなって思ってたんで、うん、右ラフで OK だったらじゃあドライバーでいいやと思っちゃうんで。はい、ここですね、ポイントです。はい、あの新藤さんが自然とここに立ちましたよね。はい、さっき楓さんこっちに右に立ってくださいってお話をしたんですけど、はい、言いました。でも新藤さんは自然とこっちに立ちました。はい、それは右を狙ってくださいっていうところからの発想で自然と左に立ったんですね。へえ、はい、これがもうすごい、これだけで本当に 0.5 打ぐらい変わってくると思うんですよ。たかが10ヤードですけど、はい、この幅の使い方ってすごい大事なんで、はいはい、まずそこを右に意識することによってこっちを取って、はい、でここに立つと何が 0.5 度は違うかっていうと、はい、右サイドに構えることによって左サイドが背中側になっていくので、はい、ちょっと左にミスしたとしても池まで行かないとかバンカーまで行かないっていうことになるんですよ。もちろん右のミスは当然あるんですけど、はい、左のミスを消すためにはこういうふうにこっちに立ってっていう。で
このホール細かいことを言うと、はい、ちょっとトリックが1個あって、はい、これぜひいろんなコース行って試してほしいんですけど、はい、ここの、まあ、ティーイングエリアの、まあ、大体四角じゃないですか、はい、これが、まあ線があるとして、はい、そこにちょっと立ってもらって真ん中に立ってもらってこうやって、うん、向こうを見ないで手をこうやって目線を隠してください。目線を隠して、はい、ここがまず見える位置にしてください。はい、これが直線ですね。はい、いいですか、はい、この直線の状態で、これをまっすぐですから今四角の真ん中のまっすぐなんで、はい、この状態で、はい、ちょっとゆっくりここに今整体してくださいね。あのシャフトに整体してゆっくり手を上げてってみてください。これそうするとどんな景色見えます？左しか見えない、ね、左向いてるね、はい、これ今私は、はい、奥の松に向いてますですよね、つまりこれがトリックでこのティーイングエリアだけを見て、はい、じゃあこれ打ちますねってまっすぐ立った瞬間に実はもうみんな左向いてるんですよ、はい、本当だ。なので左に行くようになってるんですよね、はい、実際こう立った時に僕は気づいたので、はい、より一層右サイドを意識してもらったってことです。さっき言ったように右ラフホッケーですよって言って右向いてるつもりなんだけど実はほぼフェアウェイを向いてるぐらいに選手ってなってくる、ただ何も考えないで行きますって立つと左のこの林に立っちゃう、はい、今私こっからこうやって見てましたけどさっき新藤さんに打ってもらったところからこうやって見たら、うん、もう本当に池を向いてるというか、そうですそうです。だから本来まあね、大ちゃん上手いから真ん中行きましたけど、はい、すごいテクニックなんですよ。こっからあのフェアウェイに行く。あ、実際気持ち悪かったですか？気持ち悪かったです。すいません、これ右立つんだと思って、はい、なんで多分たまたまって言ったんですよ、うん、本当に気づくことですね。まあ、いろんなコースがあるんで一概には言えないんですけど、はい、そこはちゃんとチェックした方がいいなっていうの、うん、よく行くコースだったら特にチェックしてたですね。これ気づかなかったら、はい、ナイスショットしたのに、あ、なんか今日左に行ってるなって思っちゃいますね。そうですね、実際はまっすぐ打てててもそうなんですよ。だから自分の状態を変えなきゃ、良かったものを変えなきゃいけなくなっちゃう可能性があるので、はいはい、やっぱりその今どういう状態にあるかっていう、うん、あのパッティングリーンの時に言ったみたいに、はい、その状況をやっぱり知るってこと、はい、まあ、事実ですよね、はい、この形っていうのは何の感情もないじゃないですか。そもそも左を向いてるっていうところなんで、はい、でそこを少し感情でアジャストして右ラフ OK ですよって言うと右向きたくなる、そしたら右狙っていいんだったらこっち使えるよねってなるってことで、自然とこういう風にナイスショットが生まれる条件が重なっていくことになるので、はい、こういったところでもその1段2段変わってきますから、はい、ぜひあのトライしてみて。だから、はい、よく構えて気持ちいいとかね、気持ち悪いとかって言うんですけど、はい、あれは感覚っていうよりそれなりに理由があるんですよね。今ここに立った時にそもそも左向いてるのでここ立ったら余計左に向いちゃうから、はい、あっちがまっすぐですもんね、みたいなので、はい、そういうところでアジャストすると気持ちいい場所が必ずある、はい、っていうところですね。じゃあ締めの一発を打ってはいいわけですね。右のあのちょうど茶色い枯れてるところあるじゃないですか、はい、あそこ OK なんで OK です、はい、でグリーンの花道も右からだから、右手前だから右ラフ全然 OK。 はい、いってらっしゃい。ナイショー。ミスした。え？ちょっと左。そう。今のショットが私のあの指定した位置からだったらもう絶対ダメですもんね。右に向いてたからまだなんか引っ掛けてたけど、はい、あそこで収まってたっていうのはある、はい、うん、本当になんか言った通りでしたね。こっからだったら左でもギリギリ大丈夫。そうですね、はい、最悪まあ横台風に飛んでったっすけど、はい、結果的にはまだチャンスあるっていう感じ、はい、もうこっからだったらもう本当に一丁と一景。そうそうそう。はい、ありがとうございます。すごい、はい、なんか何を本当に良かったです。本当ですか？本当にすごい突っ込みどころのない完璧な、うん、でもなんかやっぱり私に最後肯定的なことを言ってたことを褒めてくださったんですけど、やっぱりもちろん肯定的な足 OK で OK だよ、もう
行ってらっしゃいってもう本当にポジティブなことで、うん、あの送り出してたと思うんですけど、なんかもうそれ以上にもうこの景色を見るやつでもう全部吹っ飛びました本当に衝撃的なぐらい私は新郎さんにあっちのもう池とか林の方を向かせてたんだなと思って、偶然あっちにあのちゃんとフェアウェイに飛んでてくれたけど、この確認とか状況を知ること、自分で気づくことがもう本当に大切なんだなって思いました。なんかあのね、大ちゃんなんかも世界中のコース回ってるけど、このコース設計家のね、うん、意図みたいなのがあるんですよ、うん、その意図を考えるのがちょっとこう趣味になってるよね、うん、なんかこうヤデジブック見て、なんでここにバンカー2つあるんだろうなとか、うんうんうん、なんでこっちにあの池があるんだろうなとかっていうのが、はい、何かしらの意味が必ずあるので、そういったところをちょっとこう、はい、なんか気にしていくとコースって面白いと思います、うん、あそこになんとなく池を作ったんじゃなくて、うん、もうこっち向かされてるとか、うん、というか、ね、気づけないんですね、うん、なんか私の方がよっぽど真ん中狙っちゃってるんだなって思いました、うん、そんなに広く見ても、いいね、真ん中狙ってもいいですけどなんかそのなんか許容範囲って作ってあげた上で、はい、ターゲットを決めた方が結果なんか人ってこうリラックスしてプレーできるのかなって、はい、うん、思いますね。だからまあアマチュアの、まあ、僕なんかも回る時も、はい、アマチュアとしてこうラウンドする時もあのフェアウェイ真ん中を線引いて右か左どっちかみたいな、もういう風な感じ、フェアウェイとかラフとかっていうよりはどっちかって考えた方が気持ちよく振れるかなと思いますけど、ね、はい、フェアウェイ真ん中狙うと、はい、どっちも曲がっちゃうミスが出る可能性があるじゃないですか。で今回このホールの場合はあのグリーンの右手前に花道があるので、はい、右ラフに打ったとしても手前から転がってくれるかもしれないし、要はその落とし場所がキャリーで行かなくてもいいと思うんです、はい、これが例えば右手前に大きなバンカーがあったりとか、はい、絶対に入れちゃいけない池があったりとかしたらそれまた話が変わってくるんですけど、はい、その場合はドライバーを持たないでも確実にフェアウェイ打っていくとか攻め方が変わっていくんですけど、そういうふうにこう逆算していって、はい、あの問題なければそこ OK って感じで、いう感じですね。はい。はい。はい。あ、ちなみにセカンドのことも考えてました？うん、セカンドも今そう考えてました。その花道からその花道、まあ、グリーンセンターと花道に点を1個打つじゃない、2個打つじゃないですか。はい、でそれを線で直線でつないだところにボールがあると、はい、あのパーオンとか。狙いやすくなる。セカンドで届かないにしてもそれをまっすぐ辿っていけば3打目で乗りやすくなるってことになるので、うん、やっぱりそのハザードってそのバンカーとか池を避けた逆算のどのルートに打てばいいかっていうのを、はい、あのなんだろうな、点を打つって感じが大事なので、この場合は、はい、そうグリーンセンターと右手前の花道を点々って打って、はい、直線上にフェアウェイも右のラフもかかってくるので、はい、その場合は右ラフ OK って感じです。はい、頭の中でなんとなくコース図を作ってここここっていうのを結んでいく感じ。そうですね、はい、厳密にはもう今インターネットとかでそのコースの情報って全部あるので、うん、それをあのやっぱり前の日とかで見て、はい、あのメモしとくとかっていうのはもう本当に大事になってきますよ、はい、そしたらティーショットどっち狙うかっていうだけで全然スコアも変わってくると思います、はいはい、動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。また見てねー。